俺、咲子と結婚するんだろうな。俺はそんな確信を抱いていたが、世の中そんなに甘くはなかった。俺たちの関係に暗雲が立ち込めるようになったのだ。久々に実家に顔を出してきます。そういったきり、全く戻らなくなったのだ。電話をしても出てくれないし、信じられないことに会社も辞めた。挙句の果てにアパートからも姿を消してしまう。一体何があったんだよ。取引先の同僚曰く、咲子は実家の事情で退職したらしい。だが何かあれば彼氏の俺に言うのが筋だろう。たく。そのうち俺は馬鹿にされているような気持ちになった。下に見られているような感覚を覚えたのだ。まあ、いいか。とはいえ、子供のようなこともしたくなかった。だから俺は、一瞬だけ夢を見れたということにして、咲子との諸々を思い出に変えた。一年後、咲子と付き合う前の生活に戻った俺だったが、その矢先に事件は起きて、でも、私はまだ、大丈夫ではありません。俺は星田行くぞ。心身ともに疲れ切ったサラリーマンだ。毎日毎日残業続き。しかも、独身だから、週末の金曜日に、同僚と酒を飲むのが、数少ない楽しみだ。そして、終電で帰る。それが、俺の人生というやつだ。これじゃ、親父と同じじゃないか。俺はそんな風に思うようになったが、だからといって、何か挑戦するわけでもない。結局は、昨日と同じ今日が続くだけだ。正直、こんなことをしていていいのかと思う時が多々ある。もしかすると俺は貴重な人生をどうしようもなく無駄に消耗しているだけなのではないか？そんな風な疑問が浮き上がっては消えていくのだ。ん？なんだ？だが、鬱屈を抱えながら歩く俺は予想外のものを見る。それは泥酔した酔っ払いに絡まれる女性だった。お堅いね、お嬢ちゃん。俺がデートしてあげるって言ってるのに。近づかないでください。女性は顔を背けているが、酔っ払いはひたすらうざがらみを続けている。まずいな。放ってはおけないと判断した俺は、ごめん、お待たせ、と言いながら間に割り込んだ。え？悪いね、おじさん。この人、俺の彼女なんだよ。すると酔っ払いは、くっさ！と悪態をつきながら立ち去った。俺はそれを確認してから、大丈夫ですよ、と女性に告げる。深夜になると変なのが出てくるからね。気をつけて。ありがとうございます。怖かった。よほど怖かったのか、女性はブルブルと震えている。一人で帰れる？家の人を呼ぶ？いえ、私だって子供じゃありませんから。咲子と名乗った女性は気丈に振る舞うが、無理しているのは誰の目にも明らかだ。見ていられないと思った俺は、自己紹介を済ませた上で、彼女の家まで送ると告げる。わかりました。お願いします。幸い彼女は了承してくれたので、俺たちは静かな夜道を並んで歩くことに。あとは大丈夫です。この角を曲がったら、私のアパートですから。いろいろと本当にありがとうございました。そう時間がかからないうちに、咲子のアパート近くまで到着したが、彼女はそんな風に言ってから、
今度改めてお礼をさせてください。と申し出た。気を使わないで。俺は当然のことをしたまでだから。それじゃ。俺はまともに取り合うことなく立ち去ったが、少し歩いたところで後悔した。かっこつけすぎたかもしれない。それにもしかすると俺は恋のチャンスとやらを棒に振ったのかもしれない。俺だからダメなんだろうな。とはいえ、後の祭り、今さら悔やんでも仕方なかった。翌週、多忙な毎日が戻ってきた。午後から同行頼めるか？午前中の仕事が間もなく終わるというタイミングで、先輩の木村さんから声がかかる。挨拶回りに同行してほしいそうだ。わかりました。大丈夫です。断る理由なんてどこにもない。だから俺は快諾したわけだが。え？とても綺麗なオフィスに到着した俺は、そこで予想外の再会を果たす。信じられないことに、咲子がいたのだ。今日はよろしくお願いします。そんな風に言いながらオフィスの中を進むも、俺の意識は咲子に向きっぱなしだ。向こうも向こうで俺に手を振ってくれている。この後、俺たちは取引先との打ち合わせを行ったが、話の内容なんて全く頭に入らなかった。入るはずもない。また会いたいな。手を振ってくれる咲子の姿。脳裏に浮かぶのはそれだけだし、俺の心は咲子と会いたいって埋め尽くされる。でも、いきなり誘ったら、下心があるように思われるよな。だが、俺の心にはそんな感情もあった。そのせいで、行動に移せないまま、一週間が過ぎてしまう。星田さん。そんな時である。いつものように、最寄り駅から家に向かう途中、俺は突然呼び止められた。え？振り向くと、そこには咲子の姿があるではないか。どうしてここに？ようやく会いました。降りる駅が一緒だから、いつか会えたらいいなって。だから私、いつも星田さんを探していたんですよ。そして彼女は、私、星田さんに一目惚れしちゃったみたいなんです。と告げる。俺に？はい。どうしても星田さんのことが頭から離れなくて。だから、もしよかったら私と付き合ってはいただけませんか？これは現実なのだろうか。俺は思わず頬をつねってみたが、嬉しいことに痛みが走る。どうやらこれは夢ではないらしい。こんな俺でいいのなら、ぜひ。全く予想していなかったが、俺と咲子の交際はこうして始まった。俺は内心、高望みしていなかったものの、付き合い始めてから半年が過ぎても、俺たちの関係は良好そのもの。俺、咲子と結婚するんだろうな。だから俺は、そんな確信を抱くが、世の中そんなに甘くはなかった。俺たちの関係に、暗雲が立ち込めるようになったのだ。久々に実家に顔を出してきます。そう言ったっきり全く戻らなくなったのだ。電話をしても出てくれないし、信じられないことに会社も辞めた。挙句の果てにアパートからも姿を消してしまう。一体何があったんだよ。取引先の同僚曰く、咲子は実家の事情で退職したらしい。だが何かあれば彼氏の俺に言うのが筋だろう。たく。そのうち俺は馬鹿にされているような気持ちになった。下に見られているような感覚を覚えたのだ。まあ、
いいか。とはいえ、子供のようなこともしたくなかった。だから俺は、一瞬だけ夢を見れたということにして、咲子との諸々を思い出に変えた。一年後、咲子と付き合う前の生活に戻った俺だったが、その矢先に事件は起きる。あれは、会社の帰り道、道路の向かい側に女性の姿を見た。髪型や服装は違うが、なんとなく咲子に見える。どこへ行くんですか？俺は無視して移動しようとしたが、女性はついてきた上で話しかけてきた。振り向くと、そこにはやはり咲子がいる。髪は伸びているし、以前よりも痩せているが、間違いなく彼女だ。咲子。ええ、私です。俺は、一体何があったの？と問う。聞きたいことは山ほどあったが、まずはこれを。話すと長くなります。構わないよ。何もかも私が悪いんです。それに、こうして未練がましく現れるべきじゃないこともわかってる。咲子は早くも泣いていた。大粒の涙が頬を伝って落ちていく。大丈夫だよ。俺はもう立ち直ったから。ありがとうございます。でも、私はまだ、大丈夫ではありません。わかった。立ち話もあれだし、場所を変えよう。俺たちは近くの公園に移動した。そこに置いてあるベンチに腰掛け、改めて話すことにしたのである。一体、何があったの？どんなことがあっても、俺は受け入れるからさ。わかりました。すべてをお話しします。咲子は何があったのかを語り始めた。久しぶりに実家へ戻った時、咲子は家族に、俺のことも報告しようと思っていたそうだ。だが、戻って早々、父親が交通事故に遭い、彼女は病院へと急いで。私、本当にどんくさいから。その時、咲子はパニックを起こして、携帯を落としてしまった。携帯は見つからず、それによって、俺の連絡先もわからなくなってしまう。本当に、恥ずかしくて仕方ない。だから連絡したくてもできず、一度戻ろうにも、父親の容態は安定しなかった。それに、母親を一人にしておくわけにもいかなかったという。それで、お父さんは？少しだけ後遺症が残ってしまったけど、今は大丈夫。でも、両親から説得されて、しばらくは実家にいることになっちゃって。咲子は続ける。会社に迷惑をかけるわけにもいかないから退職した。でも、星田さんとのことは、時間が随分と経っていたし、きっと怒っているんだろうなと思って、連絡できなかった。そんなことが。だから私、星田さんに振られたと思うことにした。それで、実家の近くにある会社に就職したんだけど、星田さんのことを忘れられなかった。それなら、勇気を出して怒られに行こうと思って。俺は大きく息を吐いた。心の中に安心が広がっていく。要するに、関係は消滅なんてしていなかったのだ。ごめんなさい。謝って許されることじゃないのは分かってます。もう済んだことだよ。だから、もう謝らなくていい。この日を境にして、止まっていた俺たちの時計は再び動き出した。遠距離恋愛という形ではあるが、俺たちは交際を再開し、
落ち着いたタイミングで向こうの実家に挨拶した。咲子の両親は本当に素晴らしい人たちだったし、俺たちの交際を二つ返事で了承してくれた。俺と結婚してほしい。その帰り道、俺は咲子にプロポーズした。前々からタイミングを見計らっていたのだが、今がこの時だと確信した。はい、よろしくお願いします。答えはすぐに返ってきた。もちろん、OK という形で。結婚した後、咲子は実家近くの会社を退職した。今は俺の家の近くでパートをやっている。また、毎月何度か実家に顔を出してもいる。そして、今度実家に遊びに行くとき、俺は初孫についての報告を彼女の両親にする予定だ。その日が今から待ち遠しくてたまらない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。